繰り返すは愚か者の証しならば ありがたい。あとわずか。まさか様だ。今しばらくお待ちを。頑張ろうぜ。俺たちがやらずにどうする。一時はこの右目えぐり取ってやろうとも考えたが、これは俺の目ではねえ。ならばこの小十郎、あの日の誓いをてめえの右目に刻み込むのみ。貴殿の右目に今の我が身はどう映る。徳川の精鋭に足踏みしないとは大したものだ。進む覚悟はあるのか。たとえ何を斬ろうとも。許さなくていい。俺にできるのはこれだ。あの目は覚悟を決めた目かと。今が目ざ真剣勝負よ。限りあるこの命を削り取れ。俺を壊そうとは、あんたも目が効いてるな。この心臓を狙うんなら今のうちだ。出なけりゃ。いや、ガノベッソーだ。オーケー。ようやくまともな向きを入れてきた。正宗殿、そなたもまた何かを学んで。バカを言うな。これから学ばねえやつはただの愚か者だ。えっ、ここまでか。貴殿が掴んだもの、願わくばお聞きしたい。あいにくあんたに話す気はなくてね。竜の爪はこれにてリミットだ。さあどうする。二度と消えねえ。ここで引き返してもらう。あの時の俺だ。竜を封じ込めた。本気でそう思うか。地に落ちた？ NO！ 降りてきたのさ。霞ばかりじゃどうも力が出なくてね。あんたとの決着の場はまだ先のようだな。行くぞ。みなそこから熱き魂を救い上げてみせようぞ。
徳川殿、この雪村はまだわからない。そなたとそれがし、なぜこうも違うのか。確かにな。なぜならお前は、まだお前じゃない。どういう。お前はなぜわしと戦う。それは、親方様の意志を継ぎ。真田、信玄公はな、誰かが己の魂を継ぐことを望んでいたぞ。そしてそいつの手本となろうと。己の魂？お前は信玄公の行動ばかりを真似した。だがお前は信玄公じゃない。あるんだろう、その胸に。その魂は何がしたいと言っている。真田幸村、今こそ自分に帰れ。雪村よ、自分に帰れ、自分に帰れ、自分に帰れ。それがしはすでに親方様より魂を受け継いで。では決まりだな。わしは負けんぞ。民の平和がかかっているからな。ならばこの雪村、誰の意志でもなく己の意志で戦おう。わかる、この魂が耳元でささやく。貴殿と心に行くまで戦いたいと。そう、答えを抱いたお前こそが可愛い。信玄公は偉大だな。多くの者に魂、絆を継いでいるんだ。それがしに、貴殿に、貝全ての民に、このような形でその大きさを知ろうとは。私はさらにその先を行きたいと願い、そして目指した。貴殿は気づいておられたんだな、親方様の魂に。貴殿とそれがしの差、今こそはっきりと分かり申した。負けられない理由はあるさ。もう以上は確実に。わしは人だろう。
夜をも癒せる人なの。